どうもおはようございます。藤ナッツ健でございます。さあ、今月もですね、相変わらずジャガイモやっていこうと思います。現在4月1日になりました。とうとうこのクソゲーを始めて、9ヶ月目に突入ですね。割と飽きずにやってんなっていうね、この謎の棒グラフを眺めるだけのゲームなんですけれども、なんかねやれちゃってますね。ちょっと今裏でですね、マイリトルユニバースというなかなかえぐいゲームをやっておりますので、ちょっとね今イベントの方も、まあ、言うて 33% なんで、まあまあ上等っちゃ上等なんですけど、ちょっとガチ出てない感じがね、ちょっと残念だなって感じ。おわー、ちょ待って出た、普通のただの石の宝箱からアルフ出ましたね。スプリームが、ゲットできました。ラッキー。これさ、めちゃくちゃ課金して頑張った時にさ、数枚しかゲットできんかったやつがこんな普通にねあっさり出てくると、ちょっと拍子抜けですね。とうとうランクが73に上がります。ただもうランク上がったところで新しいカードがアンロックされるとかも、もう本当に3ランクぐらい上げないとカードも増えないし、ランク上がるってもう結局なんかまたスタートに戻るみたいな感じなんで、なんかランク上がる感動もあんまりないですよね。でランク上げるのもね、もう本当にミッション16個とかクリアしないといけないんですよ。このミッションっていうのは上にね今3つあるんですけど、このサイエンスを集めるとかね、あの辺のミッションを16個クリアしないといけないんですけど、これがねもうランク上がるたびに毎回スペシャルジャンプアップしてくるんですよ。求められるそのミッションでクリアするために求められる数がね、もう本当にこの同士2倍とかが今欲しいなって感じですね。じゃないとねもう本当にペースがだいぶ落ちてきました。毎日ちまちま進めたことにより、ランクが74に上がります。最後のミッションクリアしました。オーバーキルしましたね。ちょっともったいなかったですね。ちょっとねまた前回というかだいぶ前にもあったんですけど、今月取れ高大丈夫かなっていう不安がね、一抹の不安がありますね。新しいカードもアンロックされんしやね、マジでこれ何なんだろうか、ちょっとやばいっすね。はい、4日間ちょっとあるイベントが終わったので、ちょっと今ねここからは宝箱めっちゃ開けられるタイムなので、ワンチャンねここでスプリームとか出てくれれば、今ね2つリーチかかってるんですよ。スプリーム 5種類あるんですけど、5種類のうち2種類が今あと1枚ゲットできればレベルが上がるよっていうリーチかかってて、でイベントちょっと 38% ね、上位 38% でちょっとあんまり本腰入れられてないんですけど、まあ、とりあえずやったんでね、宝箱はいっぱいあるぞと。さあちょっとこの辺でなんか出んかな。出ないね。取れ高が欲しい。ああやばい。ターノバー。ちょっとやばいですね。今月マジで何も事件が起きない。え、4月ももう半ばになってきたんですけれども、何にも事件が起きることなく、この辺でスプリームとか出んかな。ああもう全然出ないね。ちょっとマジで何にもないのよ。ランク上がったけどカードもアンロックされんし、とうとう来ました。スペシャル取れ高タイムです。なんとですね、毎日ちょこちょこ開けられるこの無料カプセルにスプリーム宝箱が来ました。これマジで3ヶ月4ヶ月に1回ぐらいしかないんですよ。今スプリームがですね2つリーチかかっておりまして、こっちが、スペシャル生産高ゲットチャンスが増えるよってやつと、でこっちが欲しいやつ、同士が倍になるやつ、これがもうマジで欲しい。もう全然意味わからんと思いますけど、今ね一番上が946177って書いてあるんですけど、あれが倍になるんですよ。あれ出ればねもうめちゃくちゃでかいです。ということでタコ入道か青いおじさん出ろ。タコ入道か青いおじさんかも、青いおじさんの方でしたね。まあ外れてはない、外れてはないけどタコ入道が欲しかった。まあいい、レベル上げます。2万サイエンス使いますけれども、13% が 19% です。
クリティカルヒッツっていうのね、あのもうちょっと分かる、まあいい、何でもいいわ、あのちょっと分かりやすいのないかな、あこれこれこれ、今原子力発電所が行った時に緑でね、あの上の港がちょっとこう増えてるんですけど、たまにこのクリティカルヒット黄色いもやってだってね、 148. なんたら AA って出てる、あれがクリティカルヒットです、このクリティカルヒット率が上がるよっていう、うん、まあよくわかんねえやね、あったあったあった、これこれこれ、本来あれを司さどってるのはこいつなんですよ、だからこいつの力でもうすでに 21% クリティカル出るのがさらに 19% プラスされて 40% ぐらいクリティカルヒットが出てるよっていう、だから結構出てるよね、うん、結構クリティカルなるようになったよっていう話ですね。運が向いてきました、スプリームオファーが来ましたね。これも月に1回ぐらい、本来ね1500ゴールドかかるんですよ、スプリームのカードを買おうとすると、ここに並んでる時はね、ただこれ宝箱が750で1ヶ月に1遍ぐらい売ってるんですよ。でこの間バカみたいに課金したやつの残りゴールドがあるんで開けていきます。タコニュード、タコニュードカモン、バッハー、もういらない子が、これはあのクリティカルヒットが出た時に、ものすごい量になるよっていうやつですね、うん、ただまあもういらんのですよ、タコ入道のみが今欲しいのですよ。さあ、ランクが76になります。そろそろ、いやか、あ、来た、久しぶりに新しいカードがアンロックされましたね。まあ新しいカード出たから何なんだっていうね、もうあとレアが1個とスーパーレアが1個しかないんですよ、新しいやつはね。でもスプリームももう5種類全部いってるし、うん、まあどうせあのこれがね、あのこれグラフビー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 勝手に伸びてるやつがあるんですけど、あれ全部実はそのカードがね、カードがあるそいつらの能力のおかげで自動的にいってますよと、なのでカードがなかったらね、手動でやらないといけないやつがまだ下の方に行くとね、あるんですけども、多分プラシーボの一番下のやつが多分自動化されますよっていう感じですかね、まあ言ってることはよくわかんないでしょうけど、まあなんか新しいのが1個増えたよっていう、そんだけです。激しいことが起きました。いつもですね、並んでないかなってこうチェックはしてるんですけど、なかなかね、スプリームのカード自体がお店に並ぶこと自体がだいぶ稀なんですけど、なんと今日2種類も並んでおります。で、片方はねちょっとサイエンス40キロはちょっと高すぎるんですが、なんとタコ入道が1500ゴールドで買えるんですね。5万円分がっつり課金した残りゴールドがありますんで、ちょっと買おうかと思うんですけども、この威力をね、今 1.04M なんですよ、1秒ごとに溜まっていくのがね。であの M がないと、あのこの同士がいないともう物販買えないんですよ。だからこれが2倍になるっていうのはね、もう何よりもでかいんですよ。もう極論進行速度が2倍になります、こいつがいるだけで、今 1.04 ですね、こいつのレベルを上げるだけで、あーマジで長かった、これでマジ進行速度2倍になりますよ。はい、まあまあ4倍だったのが8倍なんで、まあ、体感的には2倍、ですね、はい、2.09M 増えます。これねもうマジででかい、今まで多分ね5日ぐらい平均でランク上がってたのが、まあ2日半から3日ぐらいでね多分ランク上がるようになると思いますね。これはもうマジ革命ですわ、産業革命が起きましたわ。やっぱねタコ入道いると早いっすね。ランク77に上がりました。さあまた出てこんかな、ちょっともうランク4に上げたよね、もう倍になったら倍になったで、もう倍にならんかなっていうね欲が生まれてきますよね。もうタコ入道なんかもう何本あってもいいですから、もう本当にこのゲーム同士さえいればね、ここだってあのちょろっと待たないといけないのも、これはあの同士がたまるの待ちなんですよ。同士さえ溜まってしまえばもうサク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 したいけるわけですよね。これがやっぱり遅いのはまだね、ちょっと伸びしろですねっていうやつですよ。
はい、ちょっと昨日ですね、じゃんけん王というアプリで私賞金がですね1120円、ゲットできたんですよ。で、なんか何使おうかなと思ってたんですけど、このスプリームパスがですね1220円なんですよ。実質100円で買えちゃうんですよね。もうこんなもん買うしかないですよ。じゃんけん王様がこれに課金しろっつってね、多分僕に当選させてくれたと思うんですよ。このスプリームパス何ぞかっていうとね、全部の生産量が2倍になったり、あとはイベントの時にね、本当は4時間ごとに宝箱を開けないといけないのが最大8時間まで、ストックができるようになるよってことなんでね、進行速度も速くなるし、イベントでも優位に立ち回れますよっていう、そういうやつなんで、でしかもこのミッションクリアすると宝箱をちょこちょこ開けられるんですけど、これが2倍のね、右側の方はスプリームパス買ってる人しか開けられませんよというやつでね。でこれも30個、クリアすればスプリーム2枚手に入るんで、まあ美味しいことまみれなんですよね。これが実質100円ならもう買うしかないよね。タコ入道パワーと、スプリームパスパワーでめちゃくちゃ早いっすね。本当になんかランク、そして最後のスーパーレアですね、今のやつ。あいつのちょっと効果も見たいところですが、まあ、非常に今ペースが上がっていい感じですね。いた。なるほど、石のカプセルのカードが増加しますと 6% 増える、もうこれあと残り見るとレアがねランク90で1個いるのと、あとはもう最後のやつが148っていうね、まあそこがゴールですね。これを全部アンロックしたら、まあこの、月1のこれも終わりかなという感じなんですけど、まだ、まあ、遠いですね。はい、ということで、4月分のジャガイモ総決算、お届けさせていただきましたけれども、やっぱねスプリームパスを買ったことによってイベントがね相当進めやすくなりましたね。これのスプリームパスのおかげで全部2倍なんですよ、数字がね、数字がもう全部2倍なので、でこのカプセルも、8時間分まで保持できるから取りこぼしが少なくなってるよってことで、まあそんなにガチでやってなくてもやっぱ上位 3.8% とかいくんで、いやーちょっとこれ来月またちょっとイベントの中からね、イベントの宝箱からちょっとスプリームゲットしたりとか、まあ何かしら展開があるようにね、ちょっと頑張っていこうと思っております。ということで、今月は以上でございます。また来月お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。